はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね。 セゾン、バンガード、グローバルバランスファンドを積み立て投資していたらどうなっていたかを検証していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですけれども、思い込みを排した少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、やってることはですね、主に投資信託とか個別メーカーの過去データの分析動画、こういったものを作っております。なので、何かリクエストあったらですね、コメント欄に書いてもらえれば対応させていただきますので、投資 投資の前の検討とか投資の後の確認として使っていただければと思いますで、推奨する視聴環境はこの3つになってまして結構文字とか数字が小さくてなおかつ長弱になるのでなるべく大きな画面でなるべくいい画質で再生速度を早めとの視聴を推奨しておりますで、これですね僕の簡単なプロフィールで3年間証券会社の営業をやってそこからはトレーダーとして生計を立てておりますで、これご参考までにこれまでのパフォーマンスになります はい。というわけで、まずは基礎データから洗っていきましょう。今回取り上げるファンドがですね、セゾン・ヴァンガード・グローバル・バランスファンドになります。運用開始日が2007年の3月15日。投資対象が国内外の株式再建。償還日は設定されていなくて、信託報酬は0.56%だそうです。で、今回検証にあたっての積み立てルールですね、こんな感じになってまして、まず買い付け頻度、それが1ヶ月に1回。で、具体的には20営業日に1回にさせていただいております。 で、1回あたりの積立金額、これは10万円になります。で、積立の期間なんですが、それぞれ1年、3年、5年、7年、10年、これで積立をしたらどうなっていたか、それを検証していきたいと思います。で、検証する事項なんですけども、まずですね、積立期間終了時において損益がどれくらいになっていたか、こいつを検証していきます。で、その次に、同期間において一括投資をした場合の損益はどうだったか、こいつを検証していきます。で、最後に、積立投資と一括 投資のパフォーマンスの比較をしていきたいと思います。なお検証期間はですね、2007年の3月15日からやらせていただきます。で、えっとリターンの種類なんですけども、リターンってえこの3種類ありまして、今回見ていくのが分配金が出てもそれを受け取らずに再投資した場合のリターンの。 分配金込みのリターンですね。こいつを見ていきたいと思います。で、注意事項がこの二つになっておりまして、えっと、こから見ていく結果なんですけども、え、それはですね、あくまでも過去の結果なので、今後はどうなるかわからないってことをご留意ください。で、多分同じにはならないと思います。で、二つ目が、仮にリターンが良かったとしても、そのリターンが良かった理由っていうのは、たまたまマーケット全体が好調だったからなのかもしれないってことをご留意ください。で,ではですね、ここからデータを 見ていきたいと思います。 はい。というわけで、まずは、積み立て投資をした場合のパフォーマンスの確認、それからやっていきましょう。この表がですね、2007年の3月15日から2021年の12月31日までの各積み立て期間における分配金込みのリターンですね。それを示したものになります。ではですね、まずここの1年間、こいつを例にとって説明していきたいと思います。これですね、サンプル数が3382となっているんですけれども、 これはですね、2007年の3月15日から2021年の12月31日までの間で、1ヶ月に1回10万円を投資するっていうふうな積み立て投資を1年間続けられた人の数っていうのが3382人いましたよっていうふうな、そういった意味になります。なおですね、1年間積み立て投資をするので合計の投資金額は120万円となります。で、この3382人のうち67.50%になってる 2283人が、 一人当たり平均して7.42%の利益。で、えっと、32.50%に当たる1099人が一人当たり平均してマイナス6.42%の損失。で、この1年間の積み立て投資の平均リターンっていうのは2.92%でしたっていうふうなそういった意味合いになります。なお、下のここのところはですね、これはここのところの平均リターンとかを金額換算したものになります。具体的には、ここのですね、120万円にそれぞれの数値をかけたもの。 それがですね、ここの数値になります。 え、それなので、え、利益が出た人は平均して大体9万円ぐらい利益が出ていて、で、損失が出た人は、え、大体7万6千円ぐらい損失が出ていて、で、平均すると3万5千円ぐらいの利益になってましたっていうふうな意味になります。で、え、ここの標準偏差は一般的にはリスクと呼ばれるものでして、意味合いとしてはリターンの振れ幅の大きさのことになります。で、これはですね、え、8.63となっているんですけれども、え、この場合は1年間の積み立て投資のリターンの振れ幅の大きさなので、なので、 ここの2.92を中心として上下にプラマイ8.63%のリターンの振れ幅が、まあ大体ありましたよっていうふうな意味になります。で、ここのシャープレシオは、えっ、ー、と、リスクに対するリターンの獲得効率。 それを示すものでして、えっと、計算式はですね、ここの平均リターンをこのリスクで割ったものになります。で、ここの最大リターンですね、最大リターンと最小リターンってあるんですけども、これはですね、1年間の積み立て投資の最大リターンと最小リターンというふうな意味なので、なので一番運が良かった人っていうのは、このファンドに1年間積み立て投資をしていたら31.28%資産が増えていて、で、逆に一番運が悪かった人は31.44%資産が減っちゃってましたよ、 っていう意味になりますで、それを金額換算すると、一番運が良かった人は、だいたい37万円ぐらいの利益が出ていて、で、一番運が悪かった人っていうのは、だいたい38万円ぐらいの損失になってましたって札。そういった意味合いになります。とりあえず、これが1年間で、で、お次に3年間、こいつを説明していきます。 この場合はですね、2007年から2021年までの間で、1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを、3年間続けられた人の数っていうのが2902人いて、で、そのうち80.39%にあたる2333人が1人平均して15.17%の利益。で、19.61%に当たる600、569人が 一レたり平均してマイナス4.21%の損失。で、これ5年、3年間の積み立て投資を平均すると 11.、11.37%の利益でしたよっていうふうな意味になります。で、えっと、金額換算すると、利益が出た人は55万円ぐらいの利益。で、損失が出た人は15万円ぐらいの損失。で、平均すると41万円ぐらいの利益になってましたっていう意味になります。で、標準偏差は、3年間の積み立て投資のリターンの振れ幅の大きさが 11.37を中心に上下にプラマイ13.15点になります。で、シャープレッシオはリターンはリスクで、で、最大リターンと最小リターンですが、 これはですね、3年間の積み立て投資の最大リターンと最小リターンいう意味なので、なので一番運が良かった人は、このファンドに3年間積み立て投資をしたら資産が43.98%増えていて、で、逆に一番運が悪かった人は11.83%資産が減っちゃってましたって意味になります。で、金額換算すると、一番運が良かった人は158万円ぐらいの利益が出ていて、一番運が悪かった人は43万円ぐらいの損失になってましたって意味になります。とりあえずこれが、 3年で、で5年間の場合を見ていくと、これは2007年から2021年までの間で1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを5年間続けられた人の数っていうのが4222人っていうふうな意味で、でこれ5年間投資するので合計の投資金額は600万円になります。でこのうちですね、93.72%に当たる2270人が 一人当たり平均して24.07%の利益で、えっと、6.28%に当たる152人が一人当たり平均してマイナス3.84%の損失で、平均すると22.32%の利益になってましたっていう意味になります。で、えっと、金額換算すると、 利益が出た人は、えー、大体400、えー、144万円ぐらいの利益。で、損失が出た人は23万円ぐらいの損失。で、平均すると、大体144、えー、万円ぐらいの利益になってましたって意味になります。で、えー、標準偏差は、5年間の積み立て投資のリ,カリターンの振れ幅の大きさですね。えー、それが22.3人を中心として、上下に振る舞い14.89って意味になります。で、シャープレーションがこうで、えー、最大リターンと最小リターンがこうなってまして、えー、この場合は、5年間の積み立て投資の最大 と、最小のリターンで、一番運が良かった人は、えっと、5年間このファンドに積み立て投資をして、え、したら 57.、57.64%資産が増えて、で、逆に一番運が悪かった人は、8.84%資産が減ってましたよって意味になります。で、金額換算すると、一番運が良かった人は、345万円ぐらいの利益が出て、で、一番が悪かった人は、53万円ぐらいの損失になってましたって意味になります。え、とりあえず、これが5年間でして、 お次に7年間ですね。この場合は、1年、1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを7年間続けられた人の数が4942人いて、で、そのうち損した人は0人なので全員が利益が出ていたって形になります。で、平均すると33.18%の利益で、で、金額換算すると大体278万円ぐらいの利益になってましたって感じです。で、標準偏差は7年間の積み立て投資のリターンの振れ幅 の大きさが。 33.18を中心に上下にプラマイ12.40って意味になります。で、シャープレッシオがこうで、最大リターンと最小リターンなんですが、一番運が良かった人は63.54%資産が増えていて、一番運が悪かった人は、えー、てか一番運が悪かった人でも2.63%資産が増えてましたって感じになります。で、金額換算すると、一番運が良かった人はだいたい533万円ぐらいの利益。で、一番運が悪くても22万円ぐらいの利益になってましたって意味になります。えー、とりあえずこれ これが何年で、で最後に10年ですね。これは1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを10年間続けられた人の数っていうのが1222人いて、で、そのうち、えー、と損した人は0人なので、こちらも全員利益が出ていたって形になります。平均すると45.54%の利益になっていて、金額換算すると546万円ぐらいの利益になってたって感じになります。 で、標準偏差は、10年間の積み立て投資のリターンの振れ幅の大きさ。それが、45.54中心に上下にプラマイ6.01って意味になります。で、シャープレシオがこんな感じで、で、最大リターンと最小リターンが、えっと、一番運が良かった人は 57.、57.51%資産が増えていて、で、一番が悪かった人は 23.、23.36%資産が増えてましていると。で、えっと、金額換算すると、一番運が良かった人は690万,万円ぐらいの利益が出ていて、一番運が悪かった人は でも280万円ぐらいの利益が出ていたって形になります、えー、とりあえずこれが10年でで積立投資のパフォーマンスの検証は以上になりますでは次ですねこれは同期間の一括投資のパフォーマンスの検証ですねそれをやっていきたいと思いますではですねこちらで見ていきましょう はい。では、まずですね、えっ、ー、と、1年のところから、えー、解説していきたいと思います。えー、この場合はですね、えー、2007年の3月15日から2021年の12月31日までの間で、えー、最初に120万円をボンと投資して、で、えー、買ってから240営業日後に売るっていう風な取引をできた人の数っていうのが3382人いて、で、そのうち65.14%に当たる2203人が1人平均で13.43%の利益。で 34.86%に当たる1179人が 一人当たり平均してマイナス10.07%の損失。で、平均すると5.24%の利益になってましたって意味になります。で、金額換算すると利益は平均して16万円。で、で損失は平均して12万円。で、平均すると、えー、大体6万3000円ぐらいの利益になってましたって形になります。で、標準偏差は、えー、この場合は1年間の一括投資のリターンの振れ幅の大きさが5.24を中心に上下に振る舞い14.61って意味になります。で、シャープレシオがリターン割 リスクで,で、最大リターンと最小リターンなんですが、こうなってまして。 えー、一番運が良かった人っていうのは、えー、このファンドに120万円一気にボンと投資して、で、そこから240営、えー、業日後に資産が47.43%増えていて、で、逆に一番運が悪かった人っていうのは、えー、と、同様の方法で資産が37.83%減っちゃってましたって意味になります。で、金額換算すると、一番運が良かった人は57万円の利益。で、一番運が悪かった人は、えー、46万円ぐらいの損失になっていったって形になります、えー。とりあえずこれが1年で、で お次に3年いきます。この場合は、えっと、最初にですね、えっと、360万円を一気にボンと投資して、で、そっから720営業日後に売るっていうふうな取引ができた人の数が2902人いて、で、そのうちですね、えっと、83.43%に当たる2421人が、 一人当たり平均で27.17%の利益。で、16.57%に当たる481人が一人当たり平均してマイナス18.11%の損失。で、平均すると19.67%の利益になっていったって形になります。で、えっと、金額換算すると、利益が出た人は98万円ぐらいの利益。で、損失が出た人は65万円ぐらいの損失。 で、平均すると大体71万円ぐらいの利益になってましたっていう感じになります。 で、え、標準偏差はですね、え、この場合は、え、3年間の一括投資のリターンの振れ幅の大きさが、え、19.67を中心に上下にプラマイ26.71って意味になります。シャープレッションがこうで、え、最大リターンと最小リターンは、えっと、それぞれですね、えっと、90.97と32.44なんですが、ま、要は一番運が良かった人っていうのは、このファンドに360万円一気にボンと投資して、で、そこから、えっと、720営業日後、え、3年後に資産が90.97% 2%増えていて、えー、と逆に一番運が悪かった人は32.44%資産が減っちゃってましたよと。で金額換算すると一番運が良かった人は327万円ぐらいの利益になっていたんですが、一番運が悪かった人はだいたい116万円ぐらいの損失になってましたって感じになります。えー、とりあえずこれが3年でして、 で、お次に5年ですね。えー、この場合は、えっと、一気に600万円このファンドにボンと投資をして、で、えー、それ買ってから1200営業日後、えー、5年後に売るっていう風な取引をできた人の数っていうのが、 2422人いて、で、そのうち89.60%に当たる2170人が、1人当たり平均して47.05%の利益。で、10.40%に当たる252人が、1人当たり平均して21.79%の損失。で、平均すると39.89%の利益になってましたって意味になります。で、えー、っと、利益が平均して、えっと、282万円ぐらいの利益。で、損失が平均して130万円ぐらいの 損失で、全部平均すると、えー、大体240万円ぐらいの利益になってましたって形になります。で、えー、標準偏差は5年間の一括投資のリターンの振れ幅の大きさが39.89を中心に上下に振る舞い30.93って意味になります。で、シャープレッションがこうで、で、最大リターンと最小リターンなんですが、えー、一番運が良かった人っていうのは、えー、このファンドに600万円一気にボンと投資して、で、そこから5年後に資産が92.32%増えていて、逆に一番運が悪かった人は3 0 32.70%減っちゃってましたって意味になります。で、えっと、金額換算すると、えー、利益になっていた場合は、 え、553万円ぐらいの利益。で、えっと、一番悪かった人っていうのは、えっと、196万円ぐらいの損失になっていたって感じになります。えー、とりあえずこれが5年で、えー、7年間いくと、えー、この場合は、えっと、一気に840万円ボンと投資して、で、えー、そこから、えっと、7年後に売るっていう風な取引をできた人の数が1942人いて、で、そのうち損した人は0人で、全員が利益が出ていたって形になります。平均すると62.02%の利益。 で、金額換算すると、だいたい520万円ぐらいの利益になってましたよと。で、標準偏差は、7年間の一括投資のリターンの振れ幅の大きさが、62.02を中心に上下にプラマイ25.75って意味になります。シャープレショがこんな感じ。で、最大リターンと最小リターンなんですが、一番運が良かった人は115.76%の利益で、一番運が悪くても6.20%の利益になってましたよと。で、金額換算すると、一番運が良かった人は972万円 ぐらいの利益になっていて一番が悪くても52万円ぐらいの利益になっていったって感じになります、えー、とりあえずこれが7年で,で最後に10年ですね この場合は一気に1200万円をボンと投資して、で、そこから10年後に売るっていう風な取引をできた人の数っていうのが1222人いて、で、そのうち損した人は0人で、こちらも全員利益が出ていたって形になります。で、それで平均すると89.82%の利益で、で、金額換算すると1077万円ぐらいの利益になっていたって感じになります。で、標準偏差は10年間の一括投資のリターンの振れ幅の大きさなので、それが89.82%。 利用中心として上下に振らまい39.64という形になりますで、シャープレシオがこんな感じでで、最大リターンと最小リターンなんですが一番運が良かった人は170.37%利益で、えっ、ー、と一番運が悪くても19.67%資産が増えてましたよとで、金額換算すると一番運が良かった人は2044万円ぐらい利益が出ていて一番運が悪くても235万円ぐらい利益が出ていたという形になりますとりあえずこれが10年でで、これでえっと一括投資の パフォーマンスの検証になります。で、最後にですね、やっていくのが、先ほど見ていた積み立て投資と今見た一括投資。それのですね、パフォーマンスの比較になります。ではですね、やっていきましょう。で、比較していくのが、リターンとディスクとシャープレッシオこの三つを比較していきます。ではですね、まずリターンから見ていきます。で、ここの赤い文字のところが、積み立てのリターンを一括のリターンで割った数値になります。 で、えー、ここのですね、えー、積み立てのリターンが高ければ緑で塗るんですが、えー、積み立てのリターンの方が低ければ赤で塗ってあるという形になります。で、これ見ると全部真っ赤っかなので、まあそれなので、えっ、ー、と、積み立てのリターンっていうのは、一括のリターンの、まあ大体5掛け0.5掛けぐらいな、えー、半分ぐらいっていうふうな、えー、そういった形みたいです。で、えー、次、ディスクなんですけども、えー、ディスクはですね、えー、っと、 積み立てのリスクが低ければ、えー、緑で塗ってあるって形になります。で、これ見ると全部緑色なので、まあ、それなので、えっ、ー、と、リターン自体は積み立ての方が低いんだけれども、リスクも積み立ての方が低いみたいです。で、シャープレシオですね。まあ、リターンとリスクの兼ね合いなんですけども、えー、これに関しては、シャープレシオは高ければ高いほどいいので、なので、えっ、ー、と、シャープレシ積み立てのシャープレシオが高ければ緑で塗ってあって、えっ、ー、と、一括のシャープレシオが高ければ、えー、というか、積み立てのシャープレシオが低ければ、赤で塗ってあるって感じになります。 で、これ見るとですね、1年のところだけ、積み立ての方が、えと、一括よりもシャープレシオが若干低くなってはいるんですけれども、 ただ、えっと、3年と、3年から10年ですね。え、これに関して言うと、え、積み立ての方が一括よりも、え、シャープレシオは、え、高いみたいです。え、特にですね、え、ここの10年なんかだと、え、明らかにですね、え、シャープレシオの差があるっていうふうな感じですね。まあ、ここの3年から7年、え、これに関して言うと、えっと、シャープレシオは確かに高いんだけども、ただそこまでの差はないっていうふな、え、そういったことが、え、わかるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにせよ、え、こから言えることはですね、え、積み立て投資はリスクを下げる方法 ではあるとえー、そういう風に言われてはいるんですけども、まあ、これ見る限りでは、確かにリスクは、えー、下がってはいるんですけども、じゃあ、えっと、リスクに対するリターンの獲得効率は、えー、必ずしも積み立ての投資の方が一括投資よりもいいのかと聞かれると、まあ、ここの、えー、3年から10年に関しては、えー、確かに、えっと、積み立ての方が、えー、シャープレシオが高いっていう風な感じにはなっているんですけども、ただ、えー、ここの1年を見る限りでは、えー、そうとも言えないっていう風なことがわ、えー、かるんじゃないかなと思います。えー、とりあえず、これが、えっ、ー、と、積み立て投資と一括投資の比較で、 で、これで動画は以上になります。はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでですね、えー、いろいろ、えー、と、分析動画作ってますので、何がしかリクエストとか、あと質問とかありましたら、遠慮なくコメント欄に書いていただければと思います。はい。というわけで、えー、今回は以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。